ウィリアム・ターナー・シセルトン・ダイアーウィリアム・ターナー、シセルトン・ダイアーはイギリスの植物学者である。キューガーデンが王立植物園となった後の三代目の園長を務めた。ロンドンに生まれた。父親は医師で母親は植物愛好家であった。キングス・カレッジ・ロンドンで学んだ後、1863年からオックスフォード大学のクライスト・チャーチで数学。 自然科学を学んで1867年に卒業した。サイレンセスターの王立農業大学の博物学の教授、ダブリンのアイルランド農業大学の植物学の教授を務め、1872年に旧ガーデンの園長ジョセフ・ラルトン・フッカーの推薦で王立園芸協会の教授に任じられた。1875年にフッカーのもとで旧ガーデンの副園長となり、 その後30年間にわたって、旧ガーデンで働いた。イギリスの植民地で栽培する有用植物の研究を行い、スリランカやマレー半島にゴムの木の導入やトリニダードとのカカオをスリランカのプランテーションに導入するのに功績があった。1877年に旧ガーデンに国際的な研究所を設立する資金を与えられ、自らの資金とともに研究所を設立し、 ヨーロッパ有数の研究機関となった1881年に高山植物のコレクションが寄贈されると新しいロックガーデンを設計した。1880年にチャールズ・ダーウィンとジョージ・ベンサムの推薦で王立協会のフェローに選ばれ、1885年にフッカーが引退した後、1905年まで旧ガーデンの園長を務めた。 1887年から1890年の間、キングスカレッジロンドンのフェローに認じられ、1900年のパリ・バンコク博覧会、1904年のセントルイス・バンコク博覧会のロイヤルコミッショナーを務めた。主な編集、著作には、ケープ植民地、熱帯アフリカの植物や、旧植物園植物目録や、友人のヘンリー・トリメント教著の、 ミドルセックスの植物などがある。フッカーの娘と結婚し、数おかずめを設けた。1899年にイ・マイケル、聖ー,ージ勲章を受勲し、1892年にニューサウス、ウェールズ王立協会のクラークメダルを受賞した。ダイヤーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・ターナー・シセルトン・ダイヤーを示すのに使われる。ありがとうございます。